身長が150センチ、まあ、体重がですね、荒川さん35キロですね、はい、この人は1本目伸身深村飛び。そうですね、飛距離がちょっと短かったようですが、はい、助走の乗りも良かったですので、全体的にはまとまった出来だと思います。はあ、まあ、前の大会の時よりかは、身長がやや伸びましてね、そうですね、やはりその分だけスケールが大きく見えますね。はい、伸身の塚原飛び1回目でした。得点が 9.60 です。2本飛びまして、その平均点が昨日行われました個人総合の得点に加算されます。種目別の決勝、まず女子は跳馬から始まります。跳馬、段違い平行棒、平均台、そして最後は床運動。1本目 9.60、 これから2本目です。今度は前転跳び前宙ですね。はい。